一瞬、サラノンってなるくらい寝てた。誰が誰が誰が？すごい。チアガール。すごい。カズさん、ハートありがとう。お話し会楽しかった。昨日めっちゃ楽しかった。ありがとう、参加してくださった皆さん。今日はめっちゃ疲れた。今日はね、今日は、今日ね、本当にめっちゃ長かった。今日12時半から5時過ぎまでずっとレッスンしてたんですよ。そう。そう、その後も、そう、フィッティングとかあったので、6時全然過ぎまで、6時半ぐらいまでいろいろやってました。そう、ハロウィンに会おう、楽しみ。そうなんです。今日はめちゃくたくたでした。そう、今日ね、今日めっちゃ曲数も多くて、そう、今日は1、2、3、今日5曲やったんですね。そう、今日5曲やって。そうなの。だから疲れちゃった。そう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 、なんかずーっと連続でやっちゃったさ、なんか集中したくてもポーっとしちゃう時ない？いや、そうなのね。その場で覚えるの苦手タイプ。後で思い返して練習して覚えるタイプなので、そう。篠太郎ハートありがとう。あ、今日は、1時間半経ったら教えて。待って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 。私はバカかもしれない。タイムキーパー頼んだ。篠太郎、だるまさんありがとう。1時間半ぐらいを予定してます、配信は。1時間半でお願いします。ドゥルルドゥドゥ。みんな今日いいことあった？マジで寝てた？サーノにね、トッペルゲンガーっているんやねって。めっちゃ似てる人ってこと？なんか世界にかな、3人似てる人おるっていうね。その1人かも。じゃあサーノ、その方に会いに行きたい。ガマさん、シュークリームありがとう。こんばんは。
茶髪かそうじゃないかの違いくらいで全く同じって。すごっ。しの太郎シュークリームありがとう。みんな今日いいことありました？こんばんは。すごいね、確かにサウナに似てる方がいるなんて。出会ってみたい、サウナもね。自分にめっちゃ似てる人ってやってみたくない？話してみたい。うん、なんか声も一緒か聞いてみたいってなる。まだに出会ったことない。バイクレースを見に行ってきました。あ、いいな、絶対かっこいいわ。オートレースってこと？オートレース？オートレース見に行ってみたい。かっこよさそう。なんか推しとかいるんですか？オートレーサーに。お疲れ様ごー。でも今日ってさ、日曜日よね。日曜日ならみんななんかどっか行ったりしたね。そういえば台風ってもうどっか行ったんですか？なんか今日めっちゃ晴れてませんでした？ピョンちゃんに似てる人なら見たことある。おお、そうね、明日かまたお仕事ですよ、皆さん。また来るよって、ゴエさん、ご飯？ありがとう。また新しいのができる。え？台風？もう混んでいいよ。もう混んでいい、もう混んでいい、混んでいい、混んでいい、本当に。本当に混んでいい。うん、台風大変やん。うん、現実に戻さないでもらってて。うん、で明日月曜日やっちゃうもん。そうやん、みんな3連休2回ね、2回さ終わっちゃったから、結構みんな現実に戻んないといけないね。3連休、あ、でも3連休10月にもなんかあるっぽい。あるよね、多分。九州は大丈夫そう。あ、よかった。九州ね、ほんと台風毎回大変なんですよ。そうか、ほんとに、うん、こんでって思うね。そうよね、農家とかしちゃったら大変よね。だって農家さんってね、大切に大切に育てたお野菜とかが全部台無しになって、何なんかさ、道の駅だったりさ、スーパーだったりに卸してる方々とかね、大変やん。そう、本当に。だって台風って自分じゃどうすることもできんし、誰にお願いしても台風コンみたいなことないやん。うんね、自然のに起こることはね、難しいよね。え、明日で武道館まであと1週間。え、待って、1週間じゃないよ絶対、2週間ぐらいあるって。え、待って、いや1週間は嘘だって。1週間だったら10月1日が1週間やと思う。うん、2週間やね。2週間もない。26、27、28、29、30。
24、24、26、27、28、29、30、1、2、3、4、5、あ、12日か。まだまだだよ。こんばんは。こんばんは。台風で落ちない果実は落ちないから受験生に喜ばれる。おお、すごい。後ろが黄金に輝いてる。何何何、なんか輝いてる。再来週の金曜日の武道館楽しみ。それ金曜日って何？金曜日はどれ？え？卒業されるんですか？びっくり。あ、新チーム。やった。やったね。お疲れ様んごう。今日はね、レッスンでね、5曲やったので、なんか本当に頭パンパンだし、なんか地味に覚えられなかった部分があるので、そう、動画送られてきたら覚えようと思います。昨日の話か、いつも通りの格好で参加したら整体師の先生ですかって。ああ、白衣やから。ええー、嬉しい。全身写真ありがとう。お疲れ様んごう。ありがとう、レッスンありがとうね。今日はね、今日はねいっぱいいましたね。今日いっぱいいましたよ。今日は、でも今日のメインは多分 K ですね。 K メンバーかな。 K の先輩とずっとレッスンが多かったかな。他にもあったけど、金曜は仕事だけど土日行く。嬉しい。カップリングリクエストアワーとゆきりんさんのやつかな。福井はね、ひかちゃんとね、ぴょんさんとひゆかだけだと思う。カズ兄さん、ブドウありがとう。そう、こんばんは。そらちゃん出ないのに行く人がって。え、どういうこと。お顔ちょっと暗いかもって。さあのね、電気ってつけるのあんま好きじゃないのよね。なんかこの部屋で、だからいつもこれで生活してる。あ、お家の時は明るいよ。なんかね、さあのね、ホテルの照明あんまりつかんくて、
なんかさ、明るすぎるっていうか、なんかね、嫌なんですよ。そう。嫌ですね。福井行く人いるらしいよって。福井？誰が行く？暗い気持ちになる？え、この暗いの嫌ですか？でもね、本当に明るすぎるし、眩しいんですよね。んじゃあ、待って待って、どうしよう。うん、つけた方がいいの？カズ兄さん、ペンライトありがとう。昨日は仕事でオンライン話しか行けなかったけど、宮崎物産展でマンゴーの間違えた。宮崎物産展用グループにリンゴ買いました。嬉しい。ありがとう。確かにリングライトあったらいいのに、いいのにね。つけてもいいんですけど、本当にそうなの。その明かりが嫌です。あんまり。あ、待って。ちょっと待って。ね、ちょっと待って。待って。ね、ヨーグルトの白ぶどう出たって言ってるやん。え、嬉しい。見つけて。見つけたんだよね、きっと。え、さらの今日ね、違うもの見つけたから。あ、忘れちゃった、完全忘れちゃった。あ、でもダメや。でも冷えちゃらんな。え、冷えちゃう。あ、いい、最高。じゃあちょっと待って、さらのはまず写真撮りたいから皆さん待ち時間みんな待っちゃって。さらの今から写真撮るけ。これちょっと邪魔。おお、いいやんいいやん。え、ちょっと待って、おかしい。はい、ポーズ。うん、ちょっと待って。はい、ポーズ。うん、待って、サーモン一緒に撮りたいな。ちょっと待って、サーモンも一緒に撮りたいっけ。ちょっと待って、でもさ、も一緒に撮るなら電気つけた方がいいよね、きっと。うんうん、じゃあ撮ろう。ちょっと待ってね、みんな。おかしょっと、うわ、髪がやんややん。あ、わかった。ちょっと待ってみんな。ちょっと待ってねみんな。ちょっと待ってね。さあ、では今から何をすると思いますか。これで撮ろう。よし。わ、待って。よし。うん、ダメ。なんかダメよね。
違う。はい。なんで？ダメ。よし。戻ります。おはよう。ただいま。よいしょ。タタタタン。帰ってきましたが、そのまま、あ、紹介するときだけはね。はい、では紹介したいと思います。じゃあみんなこれ絶対に見つけたら、まあそういうのまだ口にしてないので何とも言えませんが、まあ絶対に美味しいので、見つけたら皆さん必ずお買い求めください。見つけたら、この商品を見つけたら必ずお買いを求めください。それでは紹介します。本日の紹介するドリンクはこちらです。ちょっと待って、これ冷えてからでもそれも飲みたいな。でもまあでも飲むわ。うん、わかった。高千穂牧場生キャラメルミルク、これを見つけました。さらにこれを見つけました。これもね、そうね、なんとミニストップで見つけました。そう、ミニストップに行ったらあった。奇跡的にミニストップ見つけた。みんなこれ行くしかないね。もうコンビニかスーパーに見つけに行くしかないよね。みんなだってこれ宮崎県産だもん。愛が詰まってるジュース、いやドリンク乳飲料、高千穂牧場生キャラメルミルク。これ普通はね、ヨーグルト味とカフェオレが売ってるっちゃけど、あーあと前紅茶もあったね。はい、でもこれ普通にコンビニとかに売っちゃうと思う。ちなみに何やっけ、ニューって書いてました。新商品みたい、新商品みたい、なので皆さんぜひ見つけてください。これ絶対美味しい。これってさ、コーヒー入っちゃらんよね。原材料生乳、砂糖、キャラメルパウダー、カラメルソース、キャラメルソース、うん、そうなの、飲めそうなの、今から飲みたいと思います。それではいただきます。ミニストップ以外で売ってないのかな、多分コンビニに売ってると思う、ニューなので皆さん。今コンビニにいる方ぜひ探してこれ。これフルーツっていいよね。開けた。
甘い香りがする。多分さ、これコーヒー入ってないので今飲めるんですよ。飲むキャラメルなので。いただきます。あ、9月20日、あ、じゃあもう結構経っちゃう。ん、そうでもないね。ん、え、え、待って、これじゃあ発売されて5日目にゲットできた。いただきます。これは、うん、これは、え、これはあかん、これはあかんね、これはダメやね。おいしすぎる。え、めっちゃうまい。これえ、これ飲んだ方がいい。みんなもうさ、のこんな飲んじゃったけど、こんな飲んじゃった。え、美味しすぎてダメよ。本当に売り切れたらダメだよ。美味しい。え、そう、そっち、そういうダメ、そういうダメよ、そういうダメよ。え、あ、名前いいよ、いいよ。はい、生キャラメル高千穂牧場生キャラメルミルクです。うん、あの、いろんなコンビニに売ってると思うよ。コンビニとか、コンビニに売っちゃうと思うから、みんなコンビニ行ってみて。スーパーより他の九州地方の方以外やったらコンビニに行ったら売っちゃうと思う。結構甘い、めっちゃ甘い、めっちゃ甘いから、甘いのが得意な方はこれ飲んで、甘いのが得意な方はこれ飲んでね。鼻かんだ、鼻かんだ。セブンイレブンに売ってる？飲んで。スーパーよりもコンビニが、何何、商品の入れ替えが頻繁にあると思う。そうよね、確かに。え、うん、これ本当に飲んでほしい。あの、キンキンに冷やして飲んでほしい。ちなみにそういうの買ってバッグに入れっぱだった。今から冷やす。え、でもね、まだ割と冷たい方だった。サーモン紹介したいドリンクがいっぱいある。待って、いっぱいはなかった。同じものがいっぱい入ってる。え、めっちゃ美味しいよ。感動した。うん、うん、ぜひ。甘いの大好きなので飲んでみたいです。でもこれは飲むしかないですよ。もうこれは飲むしかないですよ、皆さん。しかも乳商品、新商品、はい、新商品なのでこれ飲んでほしいなぁ。コーヒー系の甘いのは苦手。なんで？待って、これちなみにね、これちなみにミルクにあれだよ、生キャラメルが入ってるだけ。どう？ダメ？それでもダメ？カズさん、モンブランありがとう。苦さ全くない、全くないね。え、これ飲んでほしいな。甘いの得意な方、ぜひ。なんかさ、今コーヒー入ってたら飲めないんですよ。
え、コーヒーもともと好きよ。でも今ダメなんです。今飲めないんですね。そう、味覚の問題で。やけど今日これ買うときにコーヒー入ってるのか読んだら入ってなかったから変えたの。嬉しかったわ。ヨーグルッペの白ぶどう、飲みたい飲みたい。白ぶどう見つけたいな。でててー、糖質制限、糖質制限してるから飲めない。偉い。そりゃ高そう。すごっ、カルシウム154ミリ入ってるって。すごい、さすが高千穂牧場さん。牧場のミルクなのね。ヨーグルッペ3種類買ってきたけど、それなら飲めた。何味買ったと？牛乳飲むとお腹が下る。あー、そっか、そういう方もおるよね。セブンイレブンにも売ってた、だってみんなセブンイレブンにも売ってるらしいよ。これ本当にいい。ヨーグルッペの白ぶどうと桃とリンゴ冷蔵庫にあります。最高。でみんな、ちなみにさ、何味が一番好きと？私はスタンダードなのが一番好きよ。あ、でもヨーグルッペライトも美味しい、炭酸も美味しい。うん、ノーマル、ヒューガナッツ、リンゴ。あ、いいね、ヒューガナッツね、いいねいいね。さあ、じゃあセブンイレブンなんて呼ぶの？セブンイレブンか、セブン。明日探してみようって探して。普通のが好き？そう、高千穂、宮崎の高千穂牧場。リンゴが好き。おお、ヒューガナッツ。おー、いいねいいね。普通のやつがいい。いや、嬉しい。みんななんかヨーグルトを買ってくれるだけで嬉しいよ。配信終わったら散歩しながらコンビニ見に行ってます。嬉しい。行って。炭酸はデイリー山崎で、青森でも売ってましたって。嬉しいね。美味しいよ、本当に。ちなみに紙パックも、大きいなんか牛乳パックみたいなやつにもあるし、のもあるし、ヨーグルペってカンカンもあるんですよね。そう、セブンイレブンに帰りに寄ってみます。もうまだ飲んでない、ぜひ。これ美味しいよ。うん、ぜひテロップに書こう。うん、高千穂牧場、牧場の新商品。あ、違う、なんて書けばいい？生キャラメル、生キャラメルミルク、ミルク、うん、飲んでみて、飲んでみてね。うん、ヨーグルッペとレジャーも頑張ってます。最高です。武道館コンサートの次の日に宮崎のアンテナショップ行くからヨーグルッペ買うね。嬉しい、ありがとう。
アンテナショップにはちゃんと売ってくれてるんですね、ヨーグルッペって。売り切れたらさ、売り切れてたらサーモンの生徒と店員に伝えますね。それはちょっといいじゃん、売り切れた方が。いや、売り切れんでほしいけど、売り切れた方がいいじゃん、嬉しいじゃん、人気ってことだ。カフェオレじゃないのね。そう、これカフェオレじゃないから、あのコーヒー今飲めない方飲めますよ。10月から値上げの可能性ある。これ分かんない、これこれは分からん。残りはいつのもの、ちゃんと飲みますよ、すぐ。あと一口飲みたい、あと一口飲みたい。いい、飲んで。でも冷やして飲みたい。ダメ？飲みたい。飲んでいい？飲んでいい。やったー！優しい。めっちゃ甘いから、めっちゃ甘いのが得意な方飲んで、本当に飲んでね。ちなみにね、これね、サーノン、これね、アイスがあったらめっちゃ売れると思う。うん、これのアイスめっちゃ美味しそう。アイスにしてほしい、美味しい。私に一口どうぞ。はい、めっちゃ気に入りました。ほんとに電話しよっかな、これアイスどうですかって。誰ってなりますよね、きっと。あ、冷凍庫に入れれば、あ、確かに。これ飲んで、みんなおすすめ、うん、宮崎の空なんですが誰ですかって言われそう。ちゃんとお名前言ってくださいって言われそう。なんかさ、このパッケージも可愛いよね、これ。もうこれは優勝だって思って買いましたもん、私。あの売り場のね、写真を撮りたかったんですよ。でもさ、ちょっとね、やめました。うん、あ、ああ、木の棒入れて凍らせる。あ、賢い賢い、いいね。みんな見つけてね。じゃあ冷蔵庫入れるよ。何本買えばいいですか。それはでもお任せしますけど、まずとりあえず飲んでみて。トカチンさん、あれなんだっけこれ、モンブラン、ありがとう。あ、カフェオレはね、間違いなく美味しいので飲んでください。いてて、直した直した。
直したそれ取り行きたいって。待ってる。コンビニで待ってるわ。セブンイレブンに来た。おー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 、ある？ない？ニューってまだ書いてあったよ、ちなみに。エッグエッグも恋の落とし穴のどん。うん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 。お話か、明日の1時までだよ。ありがとう。まあ、テロップ変えるね。LINE お話し会1時まで。セブンイレブンにもあるらしいよ。コンビニならどこにでもありそう。あのでも9月20日発売ってファンの方が調べたら書いちゃったらしいので、まだ5日しか経っちゃらんから、まだそのコンビニにあの仕入れされてるかは分からんけど、仕入れされちゃけば売られてると思う。テロップ忙しいやろ。そんな日もあるよね。今いるセブンにない。まあ5日もまだ5日やもんね。ショックだ。他行く？嬉しい。近いからちょっとコンビニ行ってくるって嬉しいな。気になるけど甘そうだからな。甘いよ。飲んでよ。美味しいよ。本当に美味しい。美味しさは保証します。美味しいです。あ、甘いのが好きだったらね。キャラメルが好きなこと。甘いのが飲めること。はい、この2つが。を満たしていれば、はい、絶対に美味しいって思います。甘いの苦手な方はやめといた方がいい。あとキャラメル苦手だよって方とかはやめた方がいいけど、美味しい。お酒と一緒に飲む。お酒飲むとき甘いのも飲むんですか？名前からして絶対おいしそうね。この名前は絶対おいしいよ。だって高千穂牧場の生キャラメルミルクだもの。これはおいしいよ。美味しいです。ご飯中でもいけるかな。ご飯中か。人によるな。それは焼酎で割ってサワーにしようかなって。どういうこと？焼酎で割って、アウト？それはそのにはわかんないけど、合うのかな。甘いお酒ってこと。甘すぎたら夜中のランニングの距離を伸ばしてカロリー消費します。さすが、いいこと。最寄りの駅のセブンイレブンには置いてなかった。ピエン麦焼酎で割ってミルシュにするか。あ、いいね。レモンサワー。これ何サワーになる？生キャラメルサワー。面白いね。
カルピスサワーもあるから大丈夫かも。あ、確かにカルピスサワーとかありますね。じゃあいけるかも。生キャラメルサワー、あ、美味しそう。でも美味しそうじゃない？うん、美味しそう。タンタラン、タンタラン、タンタンタン。さあちゃんこれから晩酌？なわけないでしょ。カルーアミルクっぽいよね。おお、おしゃれ。カルーアミルクみたいになるかな。みんな言ってるわ。そうかも。なら、お酒強そうなイメージ。サロン？サロン飲んで、ね、まだね。でも1回か2回ぐらいしかお酒口にしたことないので、まだ強いかもわかんないんですよね。待って、めっちゃお酒強いよねって言ってるけどさ、もうそんなこと言った覚えない。でもお酒強かったらなんか楽しそう。飲み会とかさ、お酒飲めんといけんやん、きっと。サーノンはお酒強いと思います。じゃあ強くなりますね、これから。パパのママのお酒強いって。あ、パパのめっちゃ弱い。ママのは飲めるけど飲みません。パパの飲まないので、あんまり飲まないですね。あ、でもね、おじいちゃんがめっちゃ強いのよ。あ、めっちゃ強いじゃない、あのね、強いじゃなくてめっちゃ好き。おじいちゃんがめっちゃ好きなんですよ、お酒。うん、黒曜さん、シュクリもありがとう。しの太郎、シュークリームありがとう。私の分もお酒たくさん飲んでくださって。本当にさ、わさぴさんさ、飲まんイメージが逆にない。居酒屋や飲み会の雰囲気が楽しい。あー、いいですね。でも飲めんかったら、なんかちょっと寂しい気持ちになりそうだから、飲めたらいいね。カズさん、ソフトアイスクリームありがとう。九州の人お酒が強いイメージ持たれるんやね。そうね、確かに確かに。私は本当に飲みませんからって、飲むイメージしかないのにな。今来たセブンイレブンカフェオレしかないって。すごい、2軒目ありがとう。角で作ってるワイン美味しいよ。ああ、いいね、ワインね。ワイン飲んだことないけど。喜んで運転手します。頼んだ。私も飲みませんので。飲まんちゃう。浩平さんも待って。イベントあると。すごい、ファンの皆さんたちみんなで。いいの、楽しそう。ハイボールとウイスキー、なんか強いイメージあるわ。ハイボールとウイスキーってめっちゃ強いよね。
小平さんも飲みそう。うん、飲まんちゃう。2軒目はセブンありません。え、3軒目もう早い。そんな近くにあんの、最高じゃん。ファンミーティングいいね、楽しそう。やりたいな。23は最後に。うん、明日ミニストップ行く。やった、お花見とかね。あーいいね、確かに甘ければ何でも飲める。おお、ハイボールはそんなに強くないけどウイスキーはロックだと強い。あロックね、えロックは強そう。だって氷にもう直じゃん。カルピスサワー一口でマック。カルピスで、すごいね。めっちゃ弱いってこと。焼酎のロッカー美味しい。おー、バーを開業しようとしていますがお酒飲みません。え、飲めんってこと。うーん、サウナは焼酎ロックですよね。飲んだことないよ。うーん、リンゴかわさっぴ待ってねえ、ちょっとめっちゃ面白いめっちゃ赤くなるんや。飲めるけど飲まない。あーそういうタイプ。一人で部屋にいるときはブランデーゆっくり飲む。ブランデーって何ですか。何、おしゃれ、なんかおしゃれ。うん、まあそんな赤くなるんや。へえ。水割りが中心かなって。うん、でも炭酸割りとか美味しそう。え、でも炭酸割りはお腹膨らむよねきっとあ、酔っ払いが苦手。なるほど。え、待って待って待って、酔っ払いが苦手とか言うけどバー大丈夫。酔っ払いいっぱいそう。トカチンさん、お花ありがとう。ブランデーってお酒強いの？記憶なくすまで飲んだことある。あーどうしちゃったの？疲れてた？開業2分しかない。いやできるよ。でも酔っ払いが苦手ってのはめっちゃ面白いきっと酔っ払いの方いっぱい溢れるよ。生のグレープフルーツ絞って飲むサワーが美味しい。本格的うーん、辛味酒そうね。ブランデーはワインの親戚みたいな感じ。おしゃれ、ひでりんごさん。おしゃれだね。ワインの親戚か、おしゃれだわ。篠太郎、シュークリームありがとう。楽しい酔い方なら OK。 うん、
会場後になって前の人バンバン叩きそうね。ちょっと待って、そんなイメージ？そうなの？サーノになら絡まれてもいい？ほんと？絡んじゃおうかな。コスモス薬品のオリジナルのチューハイはチューハイ発作手芸うめえよって、はあ、いいね。コアな酒すごい。3回目に滑るにもありませんって。飲んでないんや。ウォッカ、ウォッカって何？うん、お酒ね。ね、ドンペリ飲むとってさ、もう飲んだことないって。そうね、明日探しな。さあのお酒飲んだら今以上に宮崎弁話しそう。いや、めっちゃ喋るやろね。僕はオレンジジュースで割ればよかった。いくらでも飲める。僕かって、ちょっと待って待って、アルコール度数70度めっちゃ高いやん。めっちゃ高いやん、それ高いね、それやばそう。お酒は次の日休みの時しか飲まない。あ、偉い、うん、いいと思う。そういうのがだって二日酔いとかしたらきついやろ。セブンイレブン2軒回ってからなかったから家帰ってきた。うん、いいと思う。サーノはそういうイメージなんですね、皆さん。よくわかりました。1時間経過ありがとう。じゃああと30分しますね。40分ぐらいまでかな。開業したらサーノンファンとサーノンは飲み放題にしますって嬉しい。飲み放題、ウォッカベースでもスミノフ、スミノフ飲みやすい。全然わかんない。みんなお酒大好きなんですね。ねえ、ちょっと電気消していい？ダメ？電気消していい？みんな、そのなんか電気消したい。でもつけたい気はする。電気消しちゃダメ。あ、いい、消して。待って、寒い、めちゃ寒い。おいしょっと。あ、待って、届かんやった。寝そう。でも電気消したら、うん、待って、27度にして。暗いですか？なんか眠いね、これ。眠くなるね。やっぱ電気つけた方がいいのかな。ああ。うん。
切磋琢磨さん久しぶり嬉しい。ねえ、なんかもっと寒くなった。27度にしたのに寒いやん。寒何これねえ、ちょっと変な気出てこないでよね、久しぶり。うん、ここに今枕が欲しい。ちょっとソラノさん、何？寒い。待って。ちょっと待って。寒いから。ちょっとダメだ、色が暗いから。もっと明るい色が良かったな。アゴキが欲しかった。もう眠い。そう、なんかアゴくものが欲しい。だってさ、テーブルに枕嫌じゃない？枕あるけど。え、鍵閉まってる？めっちゃ懐かしいね。なんかないかも。ないね。なんか今日寒い。待って、今日寒いってね、それは嘘やけど、あのね、空の正確に言うとお部屋が寒い。うん、寒い。チャリで帰ってきたから暑いって。空のは寒いのだ。なんでこんなに寒いっちゃろう。あっ今ね27度。でもめっちゃ寒いよ。なんで飛べたら暑いじゃん。初見ですって、同じ宮崎県民。え、嬉しい。やなみさん、こんにちは。宮崎県代表のやみさらのです。ぜひぜひインスタグラムもツイッターもフォローしてください。トカチンさん、ハートありがとう。嬉しい。宮崎県民寝ちゃう？おやすみ。ありがとう。サウナって寒がりですか？いや、暑がりですね。けど、寒いのは、冬は寒がり、夏はめっちゃ暑がりって感じですね。でも基本は暑がりなんで。わさっぴさん、ショートケーキとカップケーキありがとう。寒い。めっちゃ寒いよ。おやすみ、黒曜さん。
みーちゃん、シュークリームありがとう。ストーブ出すってめっちゃ面白い。毎朝10キロ、すごい。10キロもすごいね。待って、サウナ寒いよ。これさ、なんかさ、風調整できんと。おや、赤いやん。とかできると、なんどういうことか。ちょっとわからん、この意味が。とりあえず28度でいくか。じゃ、28度でいい。なんかね、風光なんて言った、あ、間違えた、間違えた、普通に間違えた、風向き間違えた、風向きがさ、うん、なんかいろいろあって、まっすぐ上、斜め下、下、全部を順番にみたいな風向き選べて。でも、うん、上だと暑いし下だと寒いから、それは買えんやった結局。なんさん、カップケーキとショートケーキありがとう。うん、めっちゃピッピ鳴らしてきた。神奈川県公演の時に出てたヘナチョコサポート。ヘナチョコ懐かしい。全然最近やっちゃうの、もう1年ぐらい多分披露してないわ。あー、明日から頑張ってね。28度暑いかな。暑そうだけど今寒いね。バリ寒い、めっちゃ寒い。今のモチベ武道館嬉しい。頑張る、頑張るね。寒いけどさっきよりマシになってきた。ありがとうの顔、言い方かわいすぎる、うれち。そうね、疲れるよね。2軒もあった。温かいもの、サロモン温かいもの飲めない。 PM、 あ、でも唯一茶湯が飲めるわ。ありがとう、優しい、ありがとう。ひでりんごさん、ハートありがとう。ラブ。そう、眠くなってきた。みんな眠くない？
みーちゃん、ぶどうありがとう。鼻声、それは完全にクーラーですね、きっと。絶対空調だわ、これは。空調だわ。ちょっと待って。ヤッホーン。最近忙しくて常に眠いって。わあ、頑張ってる証拠だよ。何度か寝かして起きたの5時前だったからあんまり眠くない。え、何度寝かして起きたの5時前、さっきやん。びっくり。おはよう、切磋琢磨さん、ショートケーキありがとう。武道館はいけないけど VR で配信してくれるので応援してます。嬉しい、楽しみ。ヤクルトスワローズが優勝。すごい。ヤクルト、ヤクルトってともちんさんの、板野友美さんの旦那さんいらっしゃいますよね、高橋選手。すごい。残り15分。ありがとう。そうですね。だだだだ。ねえ、そういえばさ、チーク菓子配信、今月のチーク菓子配信をやりたかったっちゃけどね、今月できん気がする。いや、なんかね、チーク菓子しようと思ったけど、お家にあるので。でもさらの、今度やろうと思ってたチーク菓子絶対食べれないので、ね。バナナ味とかなので。そうだから、またの機会に回しますね。カズ兄さん、モンブランありがとみーちゃん、ショートケーキありがとう。ありがとう。サーモンとチーク菓子対決したいです。面白い。チーク菓子対決、どっちがうまく作れるか。あ、やっと家に入れましたって。お姉ちゃん開けてくれた。夜ご飯食べたよ。大人の寝る寝る寝る寝配信なんかあるっちゃろね。どんなんやったかな、忘れた。
そうなのよ。久しぶりに5時間もレッスンしたら疲れちゃいました。もう寝るだけスラちゃん配信どういうこと？今？今ってこと？いや、そうなの。帰ってきて割とすぐ、そんなすぐじゃないけど、まあまあすぐ、結構すぐ配信したので、ご飯食べて配信したので、もうあれですね、まだお風呂入んなきゃいけない。でもね、今日10時からね、10時からミーティングがあるんですよね。だからまだまだお風呂入れない。そうなの。宮崎のおじちゃん楽しみ。見つけてね、サーモンのこと見つけてね。そう、ミーティングあるから眠れないんですよ。寝そう、もう本当に寝そう。チーム K の誰と一緒にレッスンしたの？チーム K のメンバーですよ。みんなすごく眠い。今ね、2分じゃないな、1分時間くれたら寝れると思う。ミーティング中眠れないの、眠れんよ。寝たいね。でもサロンね、今を逃したら多分眠れないと思う。そのいつもこうやって、睡魔に襲われた時を逃してるから眠れないんですよ、夜。でも昨日はなんか今日のダンスとかをの動画とか見てたら2時半ぐらいになったので、2時10分、なんか1時半に最初は眠すぎてもう無理ってなったけど、頑張って2時10分まで見て。そう。そう、ピークすぎると眠れんくなるよね。わかるよ。いや、みんなもお疲れ様。ミーティングで眠くなるときはないなんて。めっちゃ眠い時間やないですか、10時とかって。だいたいいつも10時とかなので眠いですよね。次の睡魔は何時間後？次の睡魔？次の睡魔か。何時間後やろうね。いや、もう3、4時とかになりそう。いや、でもさ、絶対寝たいのね。まあ、次の睡魔、1時とかに来てほしいな。12時とか。ねえ、わかるよね。そう。睡魔には負けちゃいそう。いや、昨日ね、本当に、目覚まし時計かけずに寝るとこやった。危なかった。眠い。トカチンさん、ライトありがとう。
眠いぞ。すぐ寝そうやろ。そう、そんぐらい眠いよ。目を開けたまま寝てるかと思いました。そう、本当に今が一番眠いわ。少し寝たらってバンされちゃうよ。これだったら寝れる。目開けたまま寝ようかな。眠れんでも目開けたままはさ、どう入ったらこれ 100% 寝るわ。うわー眠い。クリスマスはコスプレするよ。ハロウィンもコスプレする。頭だけ寝かしたなって、頭だけ眠ってみようか。そんな力が欲しいです。マジックでまぶたに目を描こうって絵下手すぎて。そう、ハロウィンと、クリスマスね。今日はマジ眠そうやね。そう、眠い。ミーティングって長いの？ミーティング何分あるんじゃろ。あ、いや、何分あるんじゃろね。分からん。すぐ終わるとは思うけど、30分あるかないかぐらいじゃない。いや、何分やろね。いや、5分かもよ。分からん分からん。何分か分からんけど、30分以内には終わると思いますよ。長くて30分、短くて10分、どうだ。ミーティング終わってお風呂入る。でも今日も湯船に浸かりたいので1時間お風呂か入る。20分湯船に浸かるので、そうよ。あ、3分前もう早いね。そろそろ、待って、痛い、ここ。え、待って、え、待って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 、え、ちょっと待って、ん？ん？ちょっと待って、ね、ちょっと待って、なんかできてる。めっちゃめっちゃ大きい。え、なんかね、ニキビとかじゃない。え、なんかさ、え、
めっちゃ痛いって思ってたもん、昨日か今日ぐらいから。え、めっちゃ痛いしめっちゃ大きい。なんかニキビとかやったらさ、わかるやん。ニキビとかじゃない、なんか本当に普通に大きい。ちょっと見せてみて。見せないけど、見せんけど、え、なんかね、え、めっちゃ痛い。なんかすごい、とりあえずめっちゃ大きい、めっちゃ大きく腫れてる、めっちゃ大きく腫れてる、ここなんか耳のすぐ後ろじゃないけど、んー、なんていう、ここんー、なんていう部位かな、ここめっちゃ痛い。今触ってみたけど、え、ここなんていう、ここ耳のね、すぐ後ろではないけど、後ろ、ここ結構大きい。いや、それもおたふくなったとよね。そう、耳のね、割と後ろ、骨の上かな、骨の上、うん、骨の上、うん、骨の上。え、めっちゃ大きい。え、卵ぐらい、そんな大きくないわ。どんぐらいかな、こんぐらい。うん、こんぐらいかな。めっちゃ痛い。え、帯状疱疹って何？帯状疱疹って何やっけ？痛いやつ？うすらの卵ぐらい？あ、そうかも。うん、そうかも。骨の上。え、お医者さんおらん？ほんと。え、待って、お医者さん、帰っちゃった？もう。お医者さんいらっしゃるんですけどね。ファンの方。うん、触ると痛い。触んなくても痛いけど、触ったらめっちゃ痛いね。でも病院行きたくないな。なに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 、なんて読むのこれ。めっちゃ痛いんだけど。でもさ、東京ってさ、病院正直わかんないじゃん。とりあえず痛いよね、これ。自家製炎って何？え、自家製炎って何ですか？待って待って、自家製炎って何？待って待って、耳の後ろ、なんていうこれ。耳の後ろの骨の上、何かできてる、できてるのかな、腫れてる、あ、腫れてる、腫れた。うん。ねえ、わかんない。
とりあえず痛いし、こうもう一瞬触っただけで分かる、腫れてるのがよく分かる。なんかちょっとデコボコしてるかも。何それ、粉瘤って何、調べる。何粉瘤って、なんかわかんないけど、とりあえず痛いよ、めっちゃめっちゃ腫れてる。地下線、リンパ線、地下線、地下線炎とは前にある10歳までの子供に多く発症し、人から人へと移る可能性があります。怖い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 、何それ、何か分かんないけど痛いです、とりあえず。ありがとうみんな。とりあえずランキング見ますね。やばい、あと15分でミーティング始まっちゃう。13位は光一さん、ありがとうございます。12位は篠太郎、アットマーク空の大好きラブ、ありがとう。11位読めないや、あやめさん、ありがとう。10位はりゅうさん、ありがとう。9位はトカチンさん、ありがとう。8位はショートさん、ありがとう。7位はナンさん、待って読めないぞ、そナンさん、ありがとう。6位はわさっぴさん、ありがとう。5位はひでりんごさん、ありがとう。4位はカラスのカーコーアットマークルマニアさん、ありがとう。3位はドマさん、ありがとう。2位は国陽さん、ありがとう。そして1位はカズニー、あとお誕生日まで293日、ありがとう、みんなありがとう。はい、それでは皆さん、あ、愛してる、ありがとう。それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。せーの、空のんじゃんけん、じゃんけんぽい。それではおやすみなさーい、みんなありがとう。バイバーイ。あー、お話し会ありがとうね、ひでりんごさん、楽しみ。皆さん明日の1時までなので、オンラインお話し会お待ちしてます。それではおやすみなさい、バイバイ。